でも、ぜひ、見てほしい。なんか、どんな気持ちで歌って、どんな気持ちでみんなが応援して、なんか、それを一緒に共有してほしいなって思う。うんうん。あ、財政的無理だった。情けない、ほんとすまねえ。いや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 。いやいやいや。いいんだよ。だって、大変だもん。うん。いや、だからやっぱね、お金を稼ぐっていうのは本当に大変なことだと思うからさ、わためも、わためも厳しくて、泣く泣くポルノグラフィティの、ファンクラブをやめたり、ブルーレイとかね、いつも買ってたんだけど、買えなくなったりとか、あったからうん、余裕があった時で、ええや、うん、うんうん、そう、あったのよ。またメモ、地元が京都なんだけど、そこからまあ関東の方に、まあ、出まして、でもなかなかね、まあ、お仕事が、決まら、そう、家畜先がね、決まらなくて。そうそう。そこで、まあ、いろいろ面接とかも行ったんだけど、まあ、未経験だったりとか、あとは、イントネーションってそんなんなんですかって聞かれたりとかうんうんうん、まあいろいろあって、あれもしかしてわため、あれ社会的必要ない、あれ居場所ないみたいな涙を流した時もあったけどうん、あったけど、うん、なんか取り残されてるような、そんななんか感覚になったりとかはあったけど、まあそんなあれで深刻なやつじゃないけどね、うん、そんな深刻なやつではないんだけど、いや全然決まらんやん、どうしようと思ってさ、そう、なんかね、家族にずっと負担かけんのもさあれだし、ほんとどうしようどうしようと思って、うん、ね、でもなんか、まあそっからやったことないことだったけど、まあ覚えながらね、まあバイトとかでもいいかと思ってさうん、なんかね、ちゃんと月給とかじゃないか、時給とかで、まあちょっとお休みだけど、まあやってみようかなとうん、思ってやってみたりとか、そうしたこともあったから、うんうん、そうだからね、ちょっとね、まあ生活はできたけど生活はできたけど、まああんまりこうね、いろんなものを買ったりとかがなかなか、まあ、難しかった時もあって、うんうんそうそうそう、だからね、まあ生きてればいろいろあるからさ、うん、いっぱいいっぱいな時は自分のね、一番大事にして、うんうん、くれるのがね、一番いいと思うから、でもなんか、まあ、そういうのを経験したこともある、あってよかったなって思うし、うん。だから、
本当にこうやって応援してくれる応援してくれるね、今の状況を当たり前って思わないようにね。うん、まあソロライブも頑張るし、これから先もね頑張っていきたいなと思いますうんうん、そう、なんかそういうことがあって今の自分がいて、で今の自分のことをね好きだって言ってくれてるみんながいるんだって思うと、本当にね無駄なことは何もないのかなって思えるから、ありがとうねね、そのおかげで今こうやってみんなと出会えたって思うと、あの時も頑張っててよかったなよかった。いや今は本当にみんなのおかげでたくさんオリジナル曲も出せて、なんと ZEP 東京にも立てることになって、こんなにたくさんの人が、まあ、現地チケットだったり配信チケットだったり買ってくれて、あ、メンバーシップもいらっしゃい、ウェルカムとメンバーシップいらっしゃいませ、本当にたくさんのね、羊じゃない人もいると思うけどそう、みんなに支えられてここまで来たから、ぜひライブ前なのに泣きそう、わためも我慢してるぜひ10月12日見てほしいなと思う晴れ姿をうんうん、あか、今泣いたらあかん、今泣いたらあかん、うん、まだ早い、そうだ飲み物飲もう。はい、Thank you for watching! Please subscribe and push good button! Thank you for watching always!